涼しい。天国か。それでそれで調べてくんでしょ、そのスケッチの場所。あ、来たー。字ちっちゃくない？こんなもん？私たちの秘密プロジェクトだもんね。よし、いっちょやったろか。やっぱ無理。習うより慣れろみたいな。私そうやって生きてきちゃったからな。ぶっちゃけシャーペンとか持ったら10年ぶりくらいだったよね。シャーペンってまだ売ってるんだと思った。今度このマミーの？やるやる、それがいい。カメラの雑誌。すごいね、カンナ君のママ。いろんな雑誌に名前出てるよ。わーい、アンナさんの記事楽しみ。アンナさんの記事なら読める読める。へえ、アンナさんもタバコ吸うんだね。車好きな人は吸うのかな。スクラップハンターも吸ってるし。なのかな。一口吸ったことあるけど、まずっと思って終わった。むせるし、服にも髪にも匂いつくし、歯茶色くなるし。あ、アンナさんだ。このカメラちっちゃくて可愛いね。そうなの？使ってみたい。私も写真撮ってみたい。そのカメラ借りちゃダメ？教えて。カメラ、写真の撮り方。今度はカンナ君が私の先生。そんなことないよ、カンナ君超いい写真撮れるじゃん。コツ教えて。コツ、やったー。明日ここ来る前にどこか写真撮り行こう、一緒に。うんうん、楽しみー。アンナさんってほんとかっこいいね。なんかどのインタビューも自然体、飾ってないって感じ。ううん、それは書いてなかった。カンナ君のことは書いてあったよ。息子は私によく似てるって書いてあったよ。カンナ君も大人になったらああなるのかな。めっちゃモテそう。自然体な男の人ってモテるんだよ。カンナ君顔もいいし、今のトゲトゲした感じなくなったらもっとモテるよ。
それだっつの。コンデジって言うんでしょ。楽しみー、コンデジいっぱい写真撮ろうっと。何日だっけ。やっべえ、ウィークリーマンション契約今日までだったわ。えへ、ピーチもここに住む？なんでそうなったんだよ。教育実習中の期間しか契約してなかったんだもん。地味に高いし。私の寝る場所なくなっちゃうでしょうが。いいじゃん、一緒に寝ようよ。ソファベッドでしょこれ。キャパオーバーでしょうが、ホテルでも取れよ。3人の夏がやっと始まったのに私だけホテル。やだ、結束力高めていこうよ。私別に床でもいいし。そういうわけにはいかないでしょうが。カンナ君はどこで寝てるの？二人は寝られないの？ああ、パピーに言わなきゃまずいかな、さすがに。私から話してみようか、パピーに。カンナ君、パピーとは最近どうなの？お話ししてる？撮影もパピーに内緒で行くの？遠くまで行くんだよね、あの場所が見つかったら。やった！キャンディーの友達だって。やったね！そうか、学校はどうだった？久しぶりだったんだろう。授業ついていけたのか？2学期からちゃんと行くつもりはあるんだな。分かった。友達？学校のか？あんなところに泊まってもらうのか。お前の部屋に泊まってもらえばいいだろう。
ああ、カンナ君、どうだった？パピ、泊まってもいいって？やった！こんな綺麗なお姉さん二人連れ込んで、最高の夏休みだな、キャンディー。じゃあ私、一回荷物取りに行ってくるよ。こんくらいのキャリーケースと、こんくらいの大きいカバンだけだから。30分、いや、1時間くらいで戻ってくるよ。せっかくだからコンビニで何か買ってこいよ、ピーチ。なんで？あずきさんがそんな簡単に酒に飲まれるわけがないでしょうが。なんあたしも吐かれるの嫌だから、また今度ね。ビーチとしまん、な差し入れは買ってくるよ、お世話になるし。ご飯でいい？カップ麺とか。はいはい、じゃあまた後でね。誰がとしまだ！なんて口の悪い。聞いた、キャンディー。ねえ、今の聞いた？締め出そ、キャンディー。鍵を閉めておやりなさい。反省させておやりなさい、あのビッチに。誰が豊島だ！ヤッホー。部屋着、シャワー浴びてから来た。でもまた汗かいた。ギリ許容範囲。このソファーで寝るよ。これソファーベッドでしょ。女の子なら二人で寝られるよね、あずき。私は女の子って年じゃないですけどね。ん？何怒ってんの？更年期？キャンディー！私ピーチとなんて寝ないから。だったらキャンディーと寝るし。ダメ！ねえ、あずき、いいじゃん、女の子同士なんだし。ソファー半分貸してよ。半分から絶対出てくるなよ。半分超えたらすぐに出て行ってもらうからな。オッケーオッケー。あはは、確かに。コンデジ、ピンクだ。アンナさんとお揃いだ。え、そうなの？ありがとう。超かわいい。あたし好み。楽しみだな、明日。いっぱい写真撮ってあげるね、カンナくんの。暑いんだから、一人増えたんだから。うん、女の子同士だし大丈夫大丈夫。3人で一緒に寝たいのかよ、キャンディ。間に来る？いいよ。もう無理。あず
月、ちょっと足重い。それとなんか臭い。お風呂入ってんの？起きねえし。カンナ君、起きてる？あずき寝相悪すぎて全然寝られないの。こっちで寝ていい？そこ。このままじゃ貫徹になるし、肌荒れるし、クマできるし、やだやだ。何もしないから、すぐにはいいでしょ。暴れるし、臭いし、散々なの。あ、寝袋貸してくれる？やった。キュン。カンナ君優しい。ありがとう。好き。カンナ君好き。カンナ君どこで寝るの？うるさいから車の中で一緒に寝ようよ。いびきと寝言のダブルパンチだよ。ちゃんのとろ分かんないの謎。ほら一緒に中で寝ようね。かなこん眠いよ。ありがとね、カンナ君。そこ寝られそう？床硬くない？どうしても寝られなかったら隣来てもいいからね。あと私がいびきかいても聞かなかったふりしてね。明日は起きたら一緒に一度見に写真撮りに行くんだよね。楽しみ。私今が人生で一番楽しいかも。ありがとね、カンナ君。あれ、なんでピーチがいるの？そっか、昨日からピーチもここで寝てるんだっけ。早いじゃんピーチ。あずきさ、半分超えるなとか言っといて、腕投げ出したり足投げ出したり散々だったからね。ピーチ、何寝ぼけてるんだよ。私は昔から寝相だけはいいんだよ。夢でも見てたんじゃないの？マジかよこいつ。キャンディー、バナナは？朝ごはん昨日コンビニで買ってきたから食べていいよ。ほう、気が利くじゃん。バナナはないけど。なんで？あずきさんの朝ごはんはバナナでしょうが。知らん。そうね、今日には車体の方も終わるよ。あとはスターター待つだけだな。ま、このくらいスクラップハンターにかかれば余裕ですよ。ゆっくり遊んでらっしゃいな。かっこいい。はいよ。わあ、すでに懐かしいね。ここ一緒に歩いたよね。
うんうん、やっぱここいいよね。涼しくて気持ちいいし、人いないし。何取ろう、何取ればいい？スイッチは。大きくズーム。わかりました。他にコツは？あるんだ。でもなんか簡単にぽく見えそうだからこれで撮ってみる。素人臭くなくなった、いきなり。カンナ君天才、カメラ教えられるよ。考えながら写真撮ってるの？すごすぎない？すごいよすごいよ、かっこいいじゃん。もっといろいろ教えて。すっごい、ここまで来たことはなかった。ねえねえカンナ君、撮って撮って。私のことを撮ってよ。せっかく二人で来たんだし。かわいいですか？超イケてますか？カンナ君、人格変わりすぎだって。グリッド線の交点に私いますか？キュン。カンナ君最高だね。この透けこましい開き直ってる性格変わりすぎ、詐欺だよそれ。可愛い写真いっぱい撮れた？被写体がいいからかな。なるほど、カメラを構えてないとまた性格戻るのか。興味深い。うん、楽しかった。またどこか写真撮りに行こうね。そうだった。
カヌ君のお母さん。かもね。私もそう思う。カンナ君のリビングに飾ってあるお母さんの写真、めっちゃいい笑顔だもんね。超幸せそうって思った。ハレー彗星、覚えた。よーし、ファインディングアンナ作戦再開だね。あずき、車の修理終わったかな。そしたらあずきも図書館来るかな。来ないか。スクラップハンターがバナナ食べてる。スクラップハンターの食生活はバナナとポリッジで決まりでしょうが。ポリッジ？何それ。得意料理なの、私の。ふん。バイク、中古でいいのないかなと思って。え、スクラップハンターってバイク買うの？盗むんじゃなくて？人から物盗むのは犯罪でしょうが。お互い納得いく値段まで交渉して気持ちのいい取引するのがスクラップハンターでしょうが。中古車ハンターじゃんそれ。おやめなさい。スクラップから使えるパーツをハンティングすることだってあるんだから。中古車、時々スクラップハンターってこと？人を気まぐれなお天気みたいに言うんじゃないよ。いいんだよ、大きな括りでスクラップハンターで。スクラップ同然の中古車を狙ってるんだから。じゃあスクラップ同然の中古車ハンターじゃん。もういいっての、しつこいな。何ですか、治ってるからこうやって次の獲物探してるんでしょうが。 SR ペシャンコにされちゃったから。スターター待つだけだよ。まあ多分走るよ。この時の車の機構ってシンプルだしね。どこに行くか決めときなさいな。分かったの？あのスケッチの場所。じゃあ月、明日から何してるの？日向ぼっこ？私は野良猫か。暇だからって日向ぼっこなんてしねえよ。忙しいんだよ、私だって。いろいろあんだから。いろいろ？いろいろって？いろいろはいろいろでしょうが。絶対暇じゃん。うっさいな。クラブマン出てきてる。次はちょっと小さいのでもいいな。お、絶痛じゃん。渋いな。やっぱでかいのもいいな。あ、好きよ。相棒って感じするじゃん。バイクに限らず昔の乗り物が好きだね。この80も超ツボ。欲しい、ちょうだい。知ってるよ。
子供の頃からだね。男の子用のミニカーとか集めてたもん。お人形じゃなくって。なんでって、好きなもんは好きなんだよ。好きだから好きなんだよ。ねえねえカンナ君、お風呂は？お風呂。え？キャンピングカーの中とかシャワーでもいいんだけど。え？え？カンナ君はどうしてるの？それはさすがに真似できないな。あずきは？入ってないけど。なんて？死なないだろう。風呂くらい入んなくたって。きっ。え？何がだよ。何が汚いんだよ。きったね。信じらんない。だからくっせえのか、あずき。傷ついてるよ。現在進行形で心から血が流れてるよ、あずきさん。いや、血なんて流さなくていいから赤流せよ。なんで？なんで平気なの？真夏だよ。空調なしだよ。正気？人間やめてるの？やめてねえし、殺すぞ。カンナ君、お風呂作ってあげてよ。小豆が人に戻れなくなっちゃう。余計なお世話なんだよ。そろそろ入ろうと思ってたんだよ、バカバーカビッチ。ほら、カンナ君見てよ。お風呂入らないと、ああやって女としての最低限の尊厳もなくなっちゃうんだよ。作るし、自分で作るし、風呂そろそろ作ろうと思って入ってなかったんだし。あります、女としての尊厳バリバリあります。だあ、汚いから夜な。先にお風呂作って。へんめ、覚えてるよビッチ。ありがとね。悪くないね、こういうのも。でしょ、女の子が何日もお風呂入らないとか本当ありえないから。入ろうと思ってました。ちょうど今日入ろうと思ってたところだったんです。もう少し広ければカンナ君も一緒に入れたのにね。カンナ君照れてる。かわいい。キャンディー、ビッチに舐められてるぞ。キャンディーだけにな。舐めてないし、あずきすぐエッチなこと言う。今のどこがエッチなんだよ。男の子を舐めるとか超エッチ。その発想する人の方がエッチなんですけど。うわぁ、あずき付き合っても奥手なタイプでしょ。すぐ男に浮気されるよそれ。されねえし、されたことねえし。気づいてないだけだよ。デタラメ言うな。デタラメじゃないよ。はい、生々しいんだよお前の話は。お前が軽そうだから浮気されんだよ。私はされないの、スクラップハンターだから。違うよ、男は基本浮気するんだよ。私が選ぶ男に限っては違う。少女かよ。聞けし、さすがにちげえよ。30だぞ今年。ウケる。あずきどんな男と付き合ってたの？あ、カンナ君ありがとう。カンナ君が入るときは私が火見ててあげるからね。照れてる。かわいい。おい、なんで浮気されてるって思うんだよ。言ってみろ。こら、おい答えなさいよビッチ。こっち向け。おいビッチ、こっち向け。まだ話の途中でしょうが。ふい、さっぱりした。カンナ君ありがとう。おかげであずきも臭くなくなった。
臭くねえし、元から臭くないんだよ、あずきさんは。かんな君も入る？私、火ふふしようか。ねえねえ、今ちょっとあずきと話してたんだけどさ、あずきもそのスターターみたいなの届かないと何もすることないんでしょ？みんなでさ、近場のキャンプ場行こうよ。ハレー彗星の日までまだ結構あるでしょ。予行演習も兼ねてさ、3人で。あずきも臭くなくなったし。臭くないんだよ、あずきさんは。しつこいな。え、この辺めっちゃ田舎じゃん。キャンプ場なんてそこら中にあるんじゃないの？本当？行ける？行こう行こう。ピーチ、なんでそんなに張り切ってるんだよ。だって夏らしく宝探しできるのかと思ったら、毎日図書館で意外にローカルで地味なんだもん。キャンディの選定は間に合うの？場所のあたりつけときたいんでしょ。やった、行こう。うんうん、場所なんてどこでもいいよ。3人でキャンプ行きたいの私。ま、いいんじゃないの。じゃあいつ出る？明日？オーケー。オッケー。うん、大丈夫。私もアウトドアのこと調べとくし、料理とか超できるようになっとくし、お湯とか超沸かすし。ここにしよう。いいね、そこだったら超ラッキーじゃん。場所決まったなら今日はもう帰る？うん、いいよ。カンナ君に写真のこと教わってから、なんかカメラの雑誌読むのも楽しいんだ。カンナ君、カンナ君、見て見て、雨やんなの再来とか書いてある。これカンナ君と同い年くらいじゃない？バイクでいろんなとこ行って星空の写真撮ってるんだってさ。なんか小豆みたいだね。この前の追悼記事にもコメントしてたよ、確か。知り合い？綺麗な写真だね。カンナ君、どうしたの？そう？どうしたの？同い年の子が活躍してるから焼いてるの？
絶対焼いてるじゃん。ごめん、そんなつもりで見せたんじゃないんだよ。アンナさんがどうこうって書いてあったから知り合いかなって思って。ごめんね、なんか気に入らないの？私から見たら二人とも綺麗な写真撮ってるし、よくわかんないんだよ。カンナ君、機嫌直してよ。明日みんなで行くんじゃん、キャンプ。そこでカンナ君もああいう綺麗な写真撮っちゃえばいいじゃん。いいけどさ。いいじゃんよ、カンナ君も楽しく写真撮ってて。パクマ君も写真が好きなんでしょ。カンナ君もカメラマンになるんだから、そのうちどっかで友達になるかもしれないじゃん。なるって言ってたじゃん。え、どういう意味？慣れないとかあるの？カメラマンって。カンナ君？ん？どういたしまして。待って、これマジ？こんなに重いの担いでいくの？ちょっとこれ本当にちょっとだけ想定外なんだけど。お前が行きたいって言い出したんだろ、ピーチ。頑張って持てよ。マジ？キャンプってこんなにハードなの？なんか気持ちいい自然の中で美味しそうなお肉食べてコーヒー飲んでるイメージだったんだけど。それ以外の時間はほぼ準備と撤収作業だぞ。楽しいの？それ。楽しい。ふん、マジか。まあいいや、カロリー消費できると思って頑張る。ありがとう、カンナ君。愛が身に染みる、ほんと。オッケー、早く行こう。バス停までは頑張る。ババ臭いなあ、ピーチ。好きに追いなさい。重いもんは重いのよ。やっと座れた。もうダメ。カンナ君、ちょっと肩揉んでて。お願い、着くまで揉んでて。15分歩いたよ。私、カンナ君より胸の膨らみの分重いんだから。それ、荷物の重さ決めるとき計算入れてくれた？重いんだぞ。結構でかいんだから、こう見えて。ああ、疲れた。とても楽しい。でも疲れた。ビール飲みて、もう。頑張ります。うわー、成山ってやっぱ綺麗だね。すごいすごい、山ばっか。全然違うよ。東京の大学生だよ。なんかあんま頭良くなくても普通に入れる感じの。なんか本当は母校行ったりするの？教育実習って。
でもたらい回しにされて変な時期に変な学校に飛ばされたの。よっぽど問題児だったんだな。かもね。そうだね、また学校始まったらね。別に無理に戻んなくてもいいかなって気にはなってるけど。やめておしまいなさい、大学なんて。惰性で行ったって生きてく知識は何にも得られないんだから。ほんとそうだね。生きていくのに必要な知識は全部スクラップフィールドに詰まってるんだから。スクラップフィールドってどこだよそれ。ゴミ捨て場じゃん。きったね。違うでしょうが、スクラップフィールドはもっと神聖な場所なんだよ。ワーゲンバスが走ってる。一括。ワーゲンバス？あの黄色い丸っこいやつ。へえ、かわいいね。いい趣味してる。あれはあれは、あれも古そうだよ。ボルボじゃん。あの会社な、3点止めのシートベルト開発してその特許を自由化したんだよ。一括。へえ、あずき本当に車好きなんだね。うん、だってなんかロマンがあるじゃん、車って。なあキャンディ。キャンディ、あんま車好きじゃないの？大事なんでしょ、あの80。までバスが乗り入れてくれるこの感動。いや、ぶっちゃけ元気がないと景色楽しむ余裕とかないよね。まあ確かに。受付とか必要なの？オッケー。あずき、お金持ってる？多少は持ってるよ、大人なんだから。やったー、最初からテント椅子ある、楽ちん。お前は何がしたくてキャンプに来たんだよ。みんなでこの非日常的開放感の中で語らいたかったの。ふん、キャンディーのガレージ結構活かしてるけどね。それはそうだけどさ、あれは拠点じゃん、私たちの。たまにはこういう変化、日常の欲しくない？秋っぽいんだな。性格出てるぞ、ピジー。こう見えて一途です。ギャルっぽい子は意外と一途なんです。あれ、カンナ君、何その大きいの。ああ、いよいよ。私も行きたい行きたい。カメラ持ってきたし。あずき、留守番お願いしてもいい？いいよ。ここでのんびりしてる方が断然魅力的。行ってらっしゃいな。サンキュー。行こうか、なくん。あそこにスタッフさんいるよ。聞いてみよう。なんだろうね、これ。診療所か。洞窟に見えんこともないか。この場所、ありそうですか？昔はこの辺一帯に診療所林があったけどな。15年前にあったでしょ、あれが。あれでこの一帯の生態系崩れて、今は様変わりしちゃってるね。このスケッチだいぶ古いでしょ。なんで？なんで生態系崩れちゃったんですか？
でも成山は特に多いでしょ。人工バトでね、クワの容器とか花の害になる虫よな。こいつら水と太陽で自生しよるでしょ。そうすると害虫が増えて食うんだわな、木とか花をな。なるほど。藤なんて樹齢千年超えるくらい強い木なのにダメになっちゃったし、あ、林もやっぱダメになったね。今はトウモロコシ植えとるよ。トウモロコシなら大丈夫なの？お金になるからしっかり管理できるのね、会社がね、ここの。なるほど。食べてみな。渡した食材の中にカットしたトウモロコシ入ってるから、甘くて美味しいよ、千葉のトウモロコシ。トウモロコシ畑を抜けたところに洞穴があって、そこから空を見上げるとこんな風に見えなくもないかもね。うん、残ってるよ。うわぁ、おっきいね、トウモロコシ。後で小豆にも見せてあげようっと。カンナ君、先歩いて。後ろ姿撮りたいから。なんか哀愁出そうでしょ、トウモロコシと夕日と少年。せっかく来たのに。ほーい。ホラー穴ってどれ？あれ？ホラー穴って呼ぶにはちょっと入り口小さくない？入るのはいいけど出られるかな、あれ。カンナ君が小さかったからじゃない？マジ？気をつけてね。本当？私も入れる？わかった。入ってみる。通れた。暗いから繋いでていい？行ってみる？あの光の方？わあ！何のお花だろう。でもさ、この場所も綺麗じゃん、十分。写真撮っていこうよ。何それ。おお、何してるの。なるほど、触れてる？なんか難しそうだね。こっちのお花も綺麗だよ。どうした？ダメだったの？でも赤い空綺麗じゃん。カンナ君あんま楽しそうじゃないじゃん。だからじゃない？なんか
学校のテストを受けてるみたいで、あんまり楽しそうじゃないよ。せっかくこんな綺麗な場所に来たんだから、楽しく撮るだけでもいいじゃん。撮ってる自分の思い出が楽しいものじゃないと、写真なんて撮っても意味なくない？写真って、撮った本人はさ、撮った時のこといろいろ思い出せるじゃん。私はそれが楽しいんだけど、カンナ君今の気持ち思い出してもあんま楽しくなくない？アンナさんの宝探しはテストじゃないんだからさ、カンナ君が楽しんで探した方がアンナさんもきっと喜ぶよね。乾杯してから一緒に飲むんでしょ。私朝から我慢してたのに。見ろよピーチ、この星空を。一体何粒あるんだろうな。斬新。そうだよな、私たちなんてこの広大な粒々の星の光に比べたらちっぽけな粒々だよな。私も飲む。カナ君、お肉焼こう。お肉。マジ最高だわ。大自然と肉とビール。そうだよ、大自然はいつだって最高なんだよ。あずきは知ってたけどね。誰が吐くか。小豆は一度飲み込んだものは決して吐き出してこなかったでしょうが、そうやって生きてきたでしょうが。小豆はいつでも楽しそうだね。楽しくねえよ、抗議してんだよこっちは。ほどほどにしときなよ。明日また今日と同じ荷物担いで帰るんだからね。合ってるよ、お前は私の親か。キャンプ最高。ピーチもキャンディーも好き。寝る。めんどくせえ酔い方するな毎回。あずき、そのまま寝るの？着替えないの？いいんだよ、キャンプなんてそのまま寝てそのまま起きてそのまま帰ればいいの。まあ今日くらいいっか。私もこのまま寝ちゃおっと。私、あずきの隣だと安眠できないから、カンナ君が真ん中ね。壁になって、キャンプ初心者の私の安眠を守って。はいはい、カンナ君、こちらにどうぞ。特等席ですぞ。楽しいな。カンナ君も楽しい？うんうん、楽しいよね。よかった。カンナ君なら絶対いい写真撮れるよ。そんなに焦らなくても大丈夫大丈夫。でも他にも撮るものいっぱいあると思わない？ほらほら。うんうん、私のことももっと撮ってよ。私カナ君に写真撮られるの好き。
誰が豊島だ。用意はできます。レクリエーションルームにあるもので写真を撮ることはできる。やった。外がいいな。食事にしますか？はい。
ねえ、カンナ君、この人知ってる？アンナさんと家族ぐるみの付き合いがあったって書いてあるよ。ほら、アンナさんのこと喋ってる。パピーのことも知ってるんじゃない？この小さなボーイってカンナ君のことでしょ？あとパピーのことも褒めてるね。ごめん、気づかなかった。また怒っちゃった？あれ？読まないの？え？カンナ君も応募するの？すごいすごい！どの写真送るの？私も一緒に選ぶ！ん？何してんの、キャンディ？カンナ君ね、プロのカメラマンに自分の写真送って見てもらうんだって。へえ。積極的でいいよね。プロのカメラマンね。こいつか、スペンサー嵐山。カンナ君のお父さんとお母さんの知り合いなんだって。そうなの？じゃあパパに頼んで見てもらえばいいじゃん。もう、あずき分かってないな。まずは自分の力だけで突破したいってことなんだよね、カンナ君。それでいいんだよ。親のパイプを使わずに正面から来たその気概が絶対に伝わるから。それくらい嫌味のない使い方がちょうどいいんだよ、人の紹介とかって。結局お前が一番計算高いじゃねえか。おお、ハレー彗星だ。綺麗。そうなの？あの場所から撮ったやつだね。
ああ、確かに。このガキンチョ、SR 乗ってんじゃん。へえ、若いのにいい趣味してんな。うん、足回りいじってんね。いや、いい趣味してんなこいつ。あずき、なんだよ。読んじゃダメ。なんでだよ。なんでも。ん？男の子は繊細なんだから。ん？ああ、そいつキャンディーの知り合いなの？でも同い年なんだって。意識する気持ちはわかるじゃん。そうか、キャンディーと全然タイプ違うじゃん。なんで意識すんの？キャンディー、バイクとか山とか好きなの？インドアだよな、キャンディー。お、できたの？はいはい、いってらっしゃい。お年頃だね。ねえ、絶対意識してるよね。してるな、あれは。まあ気持ちはわかるけどね。なんでこんなん気になるんだろうね。カンナ君の方が全然かっこいいのに。え？キャンディーが？やっぱ引く？あたしさ、結構カンナ君のこと好きなんだよね。え？え？何？それはあれかよ。恋愛対象として好きってこと？少女かよ。少女じゃねえっての。そうね、付き合えたらいいな。なんか可愛い姿目に浮かぶし。犯罪じゃね、年齢的に。だよね。年下が好きなの？全然。今まで全員年上。年下なんて一人もいない。あ、森で付き合っちゃったことがある。お前どんだけ恋愛経験あんの？え、あずきは？あー、数えきれないね。嘘つけ。あずき絶対片手で足りるでしょ。足りねえし、全然足りねえし。つぼしだ。ウケる。人数の問題じゃないんだよ。うんうん、それは同感。でもな、カンナ君も私のことビッチだと思ってるかな。だってお前元彼の話とかバンバンするじゃん。わざわざ好きな男の前で話すことないだろう普通。
そうなの？そうだよ。でも私思ったことすぐ口に出ちゃうんだもん。はあ、付き合うのは無理かな。へえ、あんなガキンチョのね、まだ向けてねえんじゃねえの。かもね。ねえ、あずき。ん？いつまでここにいる？もうすぐ車直るんでしょ？それで、カンナ君があのハレー彗星の写真撮ったらさ、私たちここにいる意味ないよね。そうね。パピーにも内緒だし、さすがに8月末まではいられないと思うんだよね。まあ、暑さも本格的になってくるしな。っていうかキャンディってなんでガレージにいんの？親と仲悪いの？ううん、仲は悪くないと思う。パピー、カンナ君のことよく考えてる。真面目な人って感じ。そうなんだ。会ったことねえや。そういえば7月末かな。まあ現実的にはその辺じゃねえの？だよね。あと1週間もないんだ。最後のキャンプはさ、ん？思いっきり楽しもうね。クラップハッター！何それ、掛け声？よっしゃーって意味だよ。なんだよ。嘘だろ、毎回言ってんのそれ？毎回は言ってねえし。頭おかしい。うっさいな。あずきさんが直すといえば直るんだから。スクラップハンター、スクラップハンター。やーべー、なんか会話成立してるし。で、決まったのか場所は？なんでなんで？人工場とか、確かにこの辺妙に多いもんな。針葉樹林、なるほどね。まあ確かに見えないこともないか。次は福島か。どれくらいかかるの？4時間とか5時間とか。長旅。でもそっか、今回は車か。ずっと車に乗ってられるんだもんね。最悪あそこで寝てたら着いちゃう感じ？そうなんだ。まあどっちでも楽しそうだからいいよ。いつ行くの？ハレー彗星7月28日に撮りたいんでしょ？前日か前々日くらいには行っとく？いいの？それで車で行けない場所だったらどうするの？なるほどね、わかった。とにかく明日出て最低1泊2日、長くて2泊するのね。今度は車で結構遠く行くんだよね。カンナ君、パピーに言わなくていいの？大丈夫？隠しといていいの？そ
とか。まあそういう時期あるじゃないの。あったじゃないの、私たちにも。だね。いい振動だね。あとこの音、ディーゼルエンジン独特の。いいだろうキャンディ、癖になるでしょうが。ヤッホー、福島までドライブ。リーチ、お前なんで免許持ってないんだよ。必要に迫られなかったし、いつも誰かに運転してもらってたから。はー、男どもが寄ってたかってダメ女を一人生み出しおったのか。いいんだもん、私は他のところで勝負するんだもん。送ってあげたいっていつまでも思わせる女でいる努力をしてるんだもん。はいはい、ビッチビッチ。はいはい、豊島豊島。誰が豊島だ。いよいよだね、あの写真の場所を見つかるといいね。行ってわかるもんなのかね。まあまあ、三人で何か一つのものを探してるってことに意味があるんじゃん。ね、カンナ君、アンナさんの代わりにそこで写真撮りたいんだもんね。わかるとかわからないとかそういうんじゃないよね。あずきおばさんデリカシーないね、ほんと。お風呂も入らないしね。最近は毎日入ってるでしょうが。女の子らしく石鹸の匂いがしてるでしょうが。ね、キャンディー。そうだよね、キャンディー。大人の女って感じがしていいでしょうが。ねえねえ、音楽とかかけられないの？音楽。カセット、名前しか聞いたことない。聞けるのかよ、すごいな。なんか楽しいね、車、プライベート空間。お、わかってるじゃん、ピーチ。その通りだよ。お前も免許くらい取れよ。楽しいぞ、車は。こういうレトロな車なら可愛いしね。カンナ君のお母さんが生きてた時は誰が運転してたの？アメイアンナが運転してたんじゃないんだ。他のやつにはハンドル握らせないタイプだと思ってた。じゃあパッパも結構車好きなのね。車好き2人に育てられたのに、キャンディーはそんなに好きにならなかったの？わかる。車って乗ってるだけで満足しちゃうとこあるよね。もうそろそろか。はい。ほいほい。何それ？一升瓶？おお、最高かよ。いいところだな。次の味とこの辺に作らせてもらおうかな。どの辺まで行くの？川ね、了解。なんかこの前の場所よりはるかに大変じゃない？これが本来のキャンプだよ。
この前のはキャンプごっこだ。マジ？私キャンプごっこで十分かも。働かないやつは日本酒抜きだからな。働いてるでしょうが。さっきからこの杭みたいなのと、だいたいなんでそんな動きづらそうな格好で来たんだよ。私はもうおしゃれじゃない日を一日たりとも過ごさないと決めたの。教育実習中に。ああ、芋っぽいスーツで懲りたのね。ダサいより動きづらい方がマシだからいいの。うん、いい動きするなキャンディー。さすがキャンプ慣れしてる。キャンディー、また場所探すんだろ。暗くなる前に行ってこいよ。いいよ、でかいのは終わったし。そのために車直してわざわざこんな山奥まで来たんだろ。ピーチも行ってこいよ。私タバコ吸いたいから。やった、行ってくる行ってくる。ごゆっくり。何か目印になるものとかあるの？木の形も変わってそうだしね。でもいいところだね。なんか嬉しいな。ここカンナ君とお母さんの思い出の場所なんでしょ。そんな場所歩けて楽しいじゃん。空気も綺麗だし、静かだし。この時間があるだけでも、なんか来てよかったって思っちゃうな、私。ん？あ、ここなの？立ってみる？ドキドキ。見せて見せて。おぉ、そっくりじゃん。これなの？カンナ君が撮りたかった写真。もうちょっと暗くなるまで待ってみる？星もまだ見えてきてないし。よかったじゃん、カンナ君。こんなに綺麗な星空がすぐそこにあるの、今まで気づいてなかったよ、私。あ、撮った。可愛く撮れた？データ、積極的なカンナ君。取れた？これじゃん、すっごく綺麗だよ。え？今までの人生で一番素敵な言葉をもらったからお返し。また撮った。もういいってば。さては味を占めたな、カンナ。チューはあの一回きりだぞ。今はまだね。
お、帰ってきた。取れたの、キャンディ。どれどれ。お、よく取れてんじゃん。この場所だったの？え？カンナ君は人から抜けたのです。ピーチ、まさかお前。いや、やってないから、さすがに。まあそりゃそうか。なんでもないよ、飲もう、もらった日本酒。そう来なくちゃ。やっぱ涼しいな、ここまで来ると。だね、お酒も美味しいし、最高だね。私は運転もしたけどな。そうなの？十分綺麗じゃん、あの写真。自分で納得できたならよかったじゃないの。うんうん、そうだよ。私たちは楽しくキャンプ連れてきてもらっただけだし。あのガレージにあった車に、あのガレージにあったキャンプ道具を乗せてきただけだからな。ここを2泊するの？明日帰る？え？7月28日はいいのかよ。なんか特別な日なんだろ。じゃあ明日帰ろっか。うん、そうだね。ま、一泊すりゃ十分だろう。風呂入れないしな。あずきは全然平気じゃん。お前が無理だろ、ピーチ。最悪川でシャンプーかな。一応持ってきたし。そこまですんのかよ。逆に野性味あるな、それ。ねえ、キャンディの撮りたいものって何なの？気づいたんでしょ？自分の撮りたいものに。私も聞きたい。人？人を撮るのが好きなんじゃなくて、ピーチを撮るのが好きなんじゃないの？っていうか、シンプルにピーチのことが好きなんじゃないの？そうなの？そこは好きって言っときゃいいじゃないのよ、キャンディ。いやいや、こういうのがむしろ新鮮なの。でも？なんだこれ。自分で盗みに来たからでしょ、元はといえば。ちげえし、最初はキャンディの方から見積もり依頼が来たんだし。マジか、なんか3ヶ月くらい一緒にいる感じする。言えてる。この後？まあそうだな、いつまでもいるわけにはいかないだろ、さすがに。あずきはどこ行くの？全然決めてない。でも
道が広いとこがいいな。東京はやだ。私も小豆についてこっかな。あ？だってお前もあれだろ？まだ学生なんだろ？そうだけどさ、どうせならなんか自分のやりたいことに時間使いたいじゃん。小豆にくっついていっていろんなところ旅してる方が何か見つかるかもって。見つかるわけないでしょうが。え？そうなの？そういうのは退屈でもじっと考えて見つけるしかないでしょうが、見つかるまで考えるしかないでしょうが。外の世界に目を向けるのはそうやってじっくり考えた後でしょうが。どうせ答えは自分の中にしかないんだから。場所なんて関係ねえよ。うん、なんだよ。小豆ってやっぱん30代って感じ。喧嘩売ってんのかこの小娘は。褒めてる褒めてる。いい意味いい意味。わかんないけど、もういらないかな。そう思えたのはカンナ君のおかげなんだよ。あの写真くれたでしょ、一旅で撮ったやつ。私あの写真超好きで、ああやって思いっきり笑ってる自分でいたいって思ったし、好きな格好してたいなって思ったしさ。そういう姿をママに見せるのがきっとママも一番嬉しいだろうなって。ママ私の幸せ願ってくれてる人だからさ。だからカンナ君が私を撮ってくれて自分の中の何かに気づいたようにさ、私もカンナ君の写真のおかげで気づけたんだよ。カンナ君はもう撮った写真で人を変えたんだから、すごいことだよ。だからカンナ君はカメラマン絶対になれるよ。頑張ってね、カンナ君。私は応援してる。はあ、ラブラブかお前ら。なんだよこれ、とんだかませ犬だな、我ながら。よし、帰っていいんだな、キャンディ。オッケー。小豆、昨日のお酒残ってない？大丈夫？二日酔いなんてしたことねえし。ああ、そっか。小豆はその日に全部来るタイプだとか。いや、そもそも来ないから小豆さんレベルになると。だってさ、ハンナ君。帰りも挨拶してくんだろ。日本酒ごちそうさまでしたって伝えといてね。すっごい美味しかった。だよな、ピーチ。キャンディーみたいな奥手でおとなしいタイプにはピーチくらいの女がちょうどいいんじゃないの？まだまだだな、キャンディー。私まずお風呂入っていい？もう限界。どうぞお好きに。私先に寝る。昨日も入ってないのに？よく寝られるね。サバイバル能力なんだよ、これも一つの。どうしたの？疲れた？え？留守中に？
なんでまた？やばくない？なんて伝えてあったんだよ。キャンディーの友達って学校の？3人で行く？大丈夫？また喧嘩にならない？お前はどこに行ってたんだ？おお、大きくなった。あんなにだね。キュートだ。おい、ちょっと黙っててくれ。ユウが写真を送ってきただろ。懐かしくなってね。遊びに来た。その話は後だ。おい、カンナ、お前車走らせたのか？まさか免許なしで運転したんじゃないだろうな。学校の友達じゃなかったのか。カンナ、お前この夏は写真に打ち込むんじゃなかったのか。ガレージでお前は一体何をしてるんだ。あの教職の先生か。いいね、エクセレントじゃないか、タケ。お前は黙ってろ。俺と息子の問題だ。それはないだろう。ユウがサンの話を聞いてやってくれって頭を下げたんじゃないか。状況が変わったんだ。何も変わっちゃいないさ。だってこのボーイのハレー彗星を取りたいというパッションが二人の人間を突き動かしたってだけの話だろ。さすがはアンナのサンだ。ユウ、手紙は読んだよ。一つだけ聞くよ。よく考えて、でもあくまでオネストリーに答えてくれ。ユウが送ってきたのはユウの最高の一枚かい？ OK、 なら話は続く。じゃあ今すぐユウの最高の一枚を用意できるかい？用意できるならもう一度だけ見てあげるよ。この気難しい男がミーに初めて頭を下げたんだ。それくらいしてあげないと男が廃る。相変わらず余計なことばかり言うな、お前は。マウス・トゥ・マウス。意味がわからん。で、見せてくれるの？ユーのプレシャスな一枚。持っておいで。ライナー、今すぐに。あれ、もう戻ってきたのか？怒られちゃった？私の写真？何？どうするの？このタイミングでそれパピーに見せるの？なんで？あ、誰？あのカメラマン。何その展開？そんなことってある？なんだよ、スペンサー嵐山ってネーミングセンス皆無かよ。お名物？ボーイ、悪くないよ。決して悪くない。正直、ユウの送ってきた写真を見て今日ははっきりキャメラマンになるのはやめた方がいいと言いに来たつもりだった。
送ってきた写真には何の見どころもなかったし、それでユウがキャメラマンを目指すとしたら、アンナのサンであることにすがるしかなくなる。それはちょっとかわいそうだと思って伝えに来た。友達のヨシミで。でもユウはどうしようもないくらいこのガールのことが好きなんだね。それがよくわかる。匂いがあるよ、この写真には。どうしてユウはこんなに最高の被写体があるのにキャメラをスカイに向けているんだい？人を撮るべきだよ、ユウは。ミーと同じタイプだね。物より人だ、ユウは。見どころがあるのか。タケには秘宝だが、あるね。彼には才能がある。少なくとも片鱗は。あまりのぼせ上がるようなことばかり言わないでくれ。ダディになったんだな、タケは。さすがアンナの見込んだ男だ。ボーイ、ミーの手伝いをしてみるかい？早めに現場を見ればその分早く伸びると思うよ。おい、まだ学生だぞ。じゃあウィークエンドだけにするかい？平日はちゃんと学校に行け。あと成績は落とすなよ、これ以上。あとミーから課題を出す。明日は何の日か、アンナのさんならもちろん知っているだろう。Exactly。 だから取るんだ、ハレー彗星を。見上げている人たちのシャイニングフェイスを。スターの一番素晴らしいところはね、人にスカイを見上げさせてくれるところさ。輝き自体が素晴らしいわけじゃない。輝きだけだったら蛍光灯にも劣る。 Good luck。 悪かったな、時間を取らせて。何、優秀な弟子も取れた。悪くない時間だった、ミーにとってもね。よろしく頼む。任せてくれよ。ユウとアンナの三だ。愛を持って無知で打つよ。それを聞いて安心したよ。写真のことは俺にはわからない。素人の中途半端な意見が役に立たないのはアンナの隣にいた俺が一番よく知っている。お前の夢を応援しなかったらアンナに怒鳴り飛ばされるよ。ただそれは無条件にお前の言い分に耳を貸すってことじゃない。わかった。先生にも挨拶させろ。ずいぶんお世話になったんだろ。今ガレージにいらっしゃるのか。怒鳴り飛ばされなかった？あれ、先生は。あの私です。え、あの時の家庭訪問に来てくれた？はい、あのほら。本当だ。あはは、すみません、勝手にお邪魔して。いえ、ずいぶん息子の手助けをしてくれたと聞きました。あなたがお友達の修理工の方ですか？え、あ、はい。修理工というかスクラップハンターというか。はい。動きましたか、この。はい、スターター変えて消耗が早いパーツは取っ替えて。そうですか。カンナ、ここで3人で寝泊まりしてるのか？
失礼だろ、こんなところに。すみません、お二人とも寝苦しかったでしょう。いえいえ、私たちが押しかけたんです。今寝るところがないからカンナ君が助けてくれてね、ハズキ、ね。え、おおそうなんですよ。心優しきキャンディが宿を貸してくれていて。キャンディ、あの私たちもう出ていくので。うん、まあ私たちの役割は終わったし、今月出ていこうって話してはいたんだよ。今日はもう遅い。ここでよかったら泊まっていってください。カンナ、お前は自分の部屋で寝ろ。いいな、先に戻ってるぞ。まあしょうがないよね。というか不法侵入で突き出されてもおかしくなかったわけだし、マシな方なんじゃないの。だね、やっぱ優しいよね、カンナ君のパピー。どうしよっか。さすがにここに住み着くわけにはいかないとは思ってたけど、私は東京に帰るのが妥当かな。まあ私はどうとでもなるっちゃなるから、キャンディは自分のこと気にしろよ。そうだそうだ、どうだったの、スペンサー嵐山。うんうん、マジやったじゃん、すごいじゃん、お祝いレベルじゃないそれ。スペンサー嵐山ね、大丈夫なのそいつ。雑誌にも出てたしね。うん、よかったじゃん。そうな、カンナ君、パピーさ、すっごい私たちに気遣ってくれたの伝わってきたし、やっぱそうはいかないよ。出て行けって言わせるのも悪いし、私たちの方から引き下がらないと。一応大人だし。無断で泊まり続けた奴が今更大人って言ってもね。それ言ったらあずきもでしょ。キャンディ、自分で分かってるだろ、無理があるって。家主はどう考えたってパッパの方だろ。パッパに言われちゃ私たち出ていくしかないよ。世話になったな。うんうん、すっごいいい思い出になった。カンナ君、明日最後にまた私の写真撮ってよ。せっかくこんな子供みたいな楽しいだけの時間一緒に過ごせたんだしさ、最後まで楽しく過ごそうよね。それでここでみんなでハレー彗星見ようよ。パピーも呼んでさ、挨拶したいから。お世話になったしちゃんとしたいの。それにカンナ君とパピー、ここで距離空いちゃったらまた仲直りに時間かかるでしょ。アンナさんがいたら家族で過ごしてたんだろうし、きっと天国で喜ぶよ。明日パピーとカンナ君が一緒にいた方がさ。そうだな、立つ鳥後を濁さずってな。スクラップハンターってのは鳥みたいなもんだからな。ダッセーって。ダサくない。うん、あの日本酒まだ残ってるし一緒に飲みましょうって。冷やしとくよ冷蔵庫で。はあ、見つかっちゃったか。バレーことしちゃったな。誰に。カンナ君にもパピーにも。どうする、あずき。どうするって、出ていくしかないでしょうが、見つかっちゃったんだから。そうだけど、カンナ君めっちゃ落ち込んでたじゃん。私たちが来るまで学校も行ってなかったし。
大丈夫かな。なんだよ、先生の仕事はもう終わったんだろ。先生じゃなくて、かな子のこと好きだから心配なの。パピーと仲悪くなったりしないかな。また私のせいじゃん。あの親なら大丈夫だろ。うちのあんなにしっかりしてないよ。うちもカナ君幸せだよね。それは言えてるな。はあ、カナ君にとってもいい思い出になったかな、うん、ピーチって意外にピュアなのな。ギャルは一途なの。前にも言ったでしょうが、私別にギャルじゃないけど。もう告ればっていうか遅ればいっそ。それ犯罪。カンナ君の年考えてよ。襲っちゃえってバレねえよ。かなあ。やっちゃえやっちゃえ。襲っちゃうか。なんだ。スモモ。そうか、わかった。でもお前、嵐山に言われてただろう。取りに行かなくていいのか、どこかに。わかった。夜だな。待ってるよ。おはようございます。人間の行動はほとんどが習慣の範囲内のものです。パターン化されているのは夜凪が回復傾向にある証とも言える。どうぞ。夜凪美容院です。にしますか。はーい、チョキチョキチョキ。さっぱりしましたね。メイクもしてあげますね。カイトは今女の子ってことね。可愛くしてあげます。アイライン引きます。目閉じてください。口紅塗ります。おう、口開けないでください。お返事は、口開けないでって言いましたよ。お返事は。楽しかった。また遊ぼうね。
ナ君、おはよう。うん、なんか目が覚めちゃって。それにカンナ君に撮ってもらうから気合い入れてメイクしようかなって。でも最後だし綺麗に撮ってもらいたいじゃん。昨日カメラマンの人に見込みがあるって言われたんでしょ。夜はハレー彗星撮らないとね。ん？人たち。うんうん、私もそう思う。カンナ君が撮ってくれた写真、自分でも好きになれるくらいいいなって思うもん。いいねいいね。撮って。そっか、昨日見てもらった写真って私の写真だったんだっけ。本当？私の写真がきっかけになったんだ。超嬉しい。え、他にはなんてこの女の子かわいいとか言ってなかった？なんだよ。おお、他には？おお。場所か。そうだな、どこかこの街が見下ろせるような場所がいいかな。この夏とこの街のことちゃんと覚えておきたいから。どこかあるかな。また場所探しになっちゃうね。いいじゃん、探してみよう。まだ朝早いし、お昼までには見つかりそう。夜パピー時間作ってくれるって。よかった。じゃあ夜までには帰ってこないとね。オッケー。あ、カンナ君見て、こっち。行ったことない？階段になってる。冒険、行ってみよう。わあ、すごいすごい。この街こんなに好きになるとはな。最初は超田舎としか思わなかったもん。あ、ここで撮ってくれるんだ。うん。君はさ、きっとこれからいろんな人を元気にできると思うよ。カンナ君に写真撮られるの楽しいもん。モデルさんたちにもモテるだろうな。そう考えたら今のウブなカンナ君と話せるのは貴重な体験なのかもな。ん？たまにかい。ほんと？なんだよ、カンナ君、私にぞっこんじゃん。もう一回言って。
いだったんだね、私たち。初恋？やった！カンナ君の初恋の相手になれたか。やってみてよかったな、教育実習。なれるよ。カンナ君が待っててくれるならいつでも来るよ。大丈夫だよ。可愛く撮れた？さすがカンナ君。師匠からの宿題、ハレー彗星見てる人たち取るんでしょ？学校か。私ついてったらまずいかな。もう部外者だし。一緒に行きたい？カンナ君がちょっと素直になってくれた。じゃあ私も行く。カンナ君と一緒にいたいし。うわー、結構人多いね。うん、うわー、すっごいね、人いっぱい。カンナ君、いろんな人の写真撮るんでしょ？別行動にしよっか。大事な仕事でしょ？いっぱい撮ってきなよ。夢への第一歩。カンナ君の勇姿、見守ってるからさ。うん？桃の内すもも。なんでフルネーム知ってんの？ああ、カンナ君と同じクラスの。カンナ君？あ、アメイ君。先生も来てたんだ。うん、そうなの。振られちゃった？え？
の人でしょ。誘って告白しようと思ってたんだけど、でも結局誘えなくて、ここで会えたら言おうと思って。でも一歩出遅れたってわけか。なるほどね。顔もぐちゃぐちゃだし、もう帰る。え？でも76年に一度の星空だよ。いいの？その気持ちのまま帰っちゃって。よし、ちょっとおいで。え？そんな顔してたら余計気分落ち込むでしょ。教えてあげるから、ほら、こっちこっち。国語の時間に私が音読した時、一度だけ話しかけてくれて、いい声だねって言ってくれて、それでコロッと言っちゃったか。でもさ、気持ち伝えようとは思ってたんでしょ。彼女の前で言うのはあれだけどさ、一応伝えといたら。絶対振られるじゃん。そうだよ、振られるために告白するんだよ。何それ、そんなのおかしくないですか。全然おかしくないよ。私何人も振ったことあるけどさ、一人一人に対して嬉しいなって思ってたもん。先生、振られたことはないの？ごめん、ない。ここは普通、自分の振られた話して慰めるところでしょ。なんで先生が振る側の話聞かされてるんです、私。確かに。あのさ、全体的にナチュラルなメイクにした方が似合うよ。アイラインもあんなにくっきりじゃなくてもいいよ。あとチークね、塗りすぎだよ。よく見たらほんのり赤らんでるくらいでいいよ、きっと。ほうほう。最後、この髪、問題は。はっきり言うけど、変えな、病院。こいつ才能ないよ。それかやる気がない。もしくは才能もやる気もない。めっちゃ言うじゃん。なんとかしてみるけど、私だったら明日切りに行くね、他の病院に。軽くしてもらうだけでも全然違うから。アイロン持ってないからさ、すぐに戻っちゃうと思うんだけど。前髪だけ切っていい？ほら、だいぶ可愛くない？どうよ。めっちゃ詳しいんですね、いろいろ。これだけが取り柄だからね。今日は声も欠けませんよ。そうだったね。これでさ、そのサッカー少年に挨拶だけしときな。男は彼女が隣にいても可愛い女の子のことちゃんと見てるからね。印象付ければチャンスが巡ってくるかもよ。話しかけてみる。せっかく来たし。よっしゃ、健闘を祈ってるよ。華々しく散った時はまた思いっきり泣いて次の男にしな。ありがとう先生。もっと話すればよかったな、先生がいた時。だね。でも先生って呼んでくれるのちょっと嬉しいよ。ありがとね。じゃあ、また。うん、行ってらっしゃい。
大丈夫だよ、私も楽しかったから。うん、多分ね。あんまり遅くなったら駅前のホテルとか取るよ。カンナ君のパピー、お酒飲む？そっかそっか。じゃあ小豆みたいにはならないね。スーパーでつまみとか買ってこ。パピーの食べられないものとか教えてね。ただいま。うん、遅かったじゃないの。学校の屋上で写真撮ってきたんだよ。撮れたの？で、今から飲み会するんでしょ？パッパ呼んで。それはここでいいの？緊張する。お前が言い出したんじゃん。そうだけど。これくらいないとカッコつかないだろう。お客さんもいるんだから。お前は今日写真を撮りに行ってたんじゃないのか？じゃあこんな買い出しを手伝ってる場合じゃないだろう。始めるのか？ああ、お前が決めたならそれでいいよ。確かにその方がアンナも喜びそうだ。冷蔵庫に酒が入ってる。何本か持ってこい。こんばんは。あ、こんばんは。どうも。お気遣いいただいてすみません。カンナから聞きました。あの、ピザを取っておいたんですが。すみません。そっか、そうですよね。つまみくらいしか用意してなかった。こちらからお声掛けしたのに。いえ、お礼をするのはこちらの方なので。本当にあのカンナ君にはお世話になって。あの、ああ、飲み物も買ってきたんで、よかったら乾杯はこれで。わあ、ありがとうございます。私も一応買ってきたので、よかったら。ほう、いっぱい。ちょっとアツキ、先にパピーに選んでもらうの。わかってるよ。先生は、はい、無事終わったんですか？あの、はい、一応最終日までは。先生になるかはわからないですけど。そうなんですか。はい、ここで言うのもなんなんですけど、あまり向いてないなとは。そうですかね。カンナからは先生が随分よくしてくれたと聞いています。親としては先生のような人に子供を預けるのは安心ですが。そんなことないです。本当に全然ないんです。カンナ、お前先生を下の名前で呼ぶな。いや、いいんです、もう先生じゃないし。ですが。私もその方が気が楽なので。私も敬語超苦手だし。そうですか。あの、私が初めて来た日に、はい、話してたじゃないですか、カンナ君とカメラマンになること。その話ってどうなったんでしょうか？私の気持ちは変わっていない。今でもカンナには大学までは行ってほしいと思っています。でもそれは息子の夢を認めないという意味じゃない。本当に才能があれば本人の意思に関わらずきっと環境が変わってしまう。学業との両立ができないくらい仕事が増えたならその時にまた考えればいい。でもまだ息子はそういう状態にはない。プロの人間である友人と話して何かを掴んだようではありますが、親としては心配ですよ。
キャンディーな。キャンディーは幸せなのよ。こんなにキャンディーのこと心配してくれる人なんて世界にこのパッパしかいないのよ。あんまり不安にさせるんじゃないよ。何が不満なんだ、こんなに恵まれててねえパッパ。心強い代弁者がいるな。あの修理工の方はお名前は？なあ、あずきです。スクラップハンターのあずき。あずき、ミーチューバーのあずきさんですか？そうか、電波食いが起きたから修理工になったんですね。あずきさんの車の整備動画はよく見てましたよ。本当ですか？え、何の話？昔電波食いが起こる前は個人で動画の配信をしている人がいたんだ。あずきさんはそこに動画を投稿していた。免許取る前に車運転してたでしょ。あれニュースになってましたよね。あれは本当に大変だったんですよ。あのジムニーも随分車高が高くなっていた。そうそう、あれ初めて自分でやったカスタムだったんですよ。いいでしょう。ええ、小回りも効くしいいですよね、ジムニーは。なんかここが意気投合するのは予想外の展開。あの、これ昨日行ってきたキャンプ場でもらってきたんで、ぜひ一緒に。福島ですか？なんだかんな、あそこに行ってきたのか。ずいぶん遠出したな。キャンプなら市内でもできるだろう。探してるもん。カンナ君、答え聞いちゃうの？ああ、アンナの絵か。カンナ、これがどこだかわからないのか？ん？これを探しに福島まで行ったのか、車を直して。これは藤の花だよ。藤棚から見上げたところだろうな。あるといえばある。ここだ。それだよ、その切り株だ。そうだよ。マジ？ああ、おじいさんが言ってたね。ちょっと待ってろ。アンナが一番好きだった写真だ。あ、リビングに飾ってあったやつ、後ろ藤の花だ。お前が撮った写真だ。最高の笑顔を撮られたって喜んでたよ、アンナは。リビングに飾ったのもあいつだ。カンナには人の一番輝いている表情を引き出す才能があるとあいつは言っていたよ。この家を買った時にこの場所には立派な藤の花が咲いていた。でも害虫に食われて枯れてしまった。この幹の太さを見ればわかるだろう。大きな藤だったよ。あいつはハレー彗星は家族3人で見るってずっと言っていたよ。まあキャンプに誘う口実だろうな。夫婦喧嘩した時はいつもどっちも謝らないで、最後はあいつがキャンプに誘ってきた。
強情だったんだ。アンナも俺も、あとどうやらお前もな。確かに。これは藤が枯れ始めた時にアンナが描いた絵だよ。確かに今年まで咲いてたらここから撮ることも考えていたのかもな。でも藤は7月にはここまで咲かない。この景色が見えるのは5月までだ。アンナの夢の中の景色だよ。いけないオチだったけど、謎のままよりは全然良かったね、カンナ君。でも、カンナ君がこの前言ってたじゃん、全部のプロセスに意味があったって。私もそう思うな。実際、もがいたカンナ君はプロのカメラマンになるきっかけも掴んでるんだしさ。まあ、アンナと正面からやり合おうとした時点でカンナの負けだよ。また一つ大人になれたね、カンナ君。結構遅くなったな。二人は今日出るつもりでしたか？あ、はい、そのつもりでは。それに、あずきさんにお酒も入っている。え？あずきにお酒が？ん？どういうこと？え？なんでだよキャンディ、大事な車なんだろ。いや、さすがにもらえないよ。だって二人にとって大事な車なんだろ。よければ乗ってやってください。この車を置物にしていてもしょうがない。この80が私のに、本当にいいんですか？お二人が来るまでずっとここにしまいっぱなしだった。多分これからも乗ることはないでしょう。よければ。アメイアンナの80に乗れるのか、それは嬉しいな。売るわけないでしょうが。完全にヘタルまで乗り続けるよ、安心しろ。今日はここに泊まっていってください。うちは別に急いではない。じゃあ明日出よっか。そうだな、飲んじゃったし。あとは皆さんでごゆっくり。私はそろそろ戻ります。え、もう帰っちゃうんですか？はい。酒は飲むなよ。見張ってます。私もよろしくお願いします。そっか、ここだったのか。それはわからないよね。もう咲いてないしな。っていうか、何ミーチューバーって、あずき何してたの？ずっとスクラップハンターしてたんじゃないの？それは電波食いが始まってから。それまで動画作ってみんなに見てもらって稼いでたの。すんごいたくさんの人が見てくれてたからだよ。100万人とか。100万人？マジで？そうだよ、すごい人気だったんだから、あずきチャンネルは。だって電波食い始まっちゃったんだもん。当時は無料だったから動画見てくれてたけど、いざ電波食いが始まってみたら、金取れるほどのスキルなんてないやつばっかで。私はたまたま乗り物の知識があったからスクラップハンターに転向できたけど、何の仕事にもつけなかったやつも結構いたよ。へえ、便利だったんだね電波って。そうだよ、車の修理だってすぐに呼べたんだから。
そう、花ってやつじゃないの、人としての。なんだよ。なるほど。だからなんだよ。私実はずーっと気になってたんだけどさ。あずき、そのボッサボサの髪の毛切らせて私に。だね。そういえば最初の日もカンナ君の髪切らせてもらったね。変わってるよな、人の髪切りたいとか思ったことないよ、そんなこと。だよね、私も自覚なかったけど。でも好きだね、人をきれいにするの。そうか、こんな身近にダイヤの原石がいましたか。風呂も入ってないし髪もボサボサだし、せっかくの素材が見事に腐りきってたんだね。はぁ、あ、大丈夫、今から100万人に愛された小豆に戻してあげる。じゃじゃーん、小顔でしょ、小豆のように。豆じゃん、小さすぎだろそれは。例えでしょうが。え、いやいいよ、私はあくまでスクラップハンターであって人の心を盗むわけにはいかねえよ。意訳すると割と乗り気なようです。ちげえし。あ、ずるい、私もカンナ君に写真撮られたい。いやいや、ピーチ、役なって、これは仕事なんだから、ビジネスの関係なんだから。もうプロ気取りかよ、乗せられやすいな、あずき。そんなんじゃカンナ君にすぐ骨抜きにされちゃうよ。されねえし。過ぎました。あずき大丈夫なの、明日運転できる、乗せてってね。私も大丈夫大丈夫、明日になれば抜けてる、二日酔いとかしたことにゃい。出発は夕方だな。さて私も寝ようかな。カンナ君は自分の部屋で寝る？車で一緒に寝る？最後の夜だもんね。もうちょっと一緒にいようか。超楽しかったね。カンナ君に会いに来てよかった。教育実習に挑戦した私を褒めてあげたい。カンナ君に出会えたから。本当に最後の夜だね。